のアクセラレーターを押してる。相手は学園都市最強なのよ。何の関係もない赤の他人なのに、逃げ出したって誰も責めないのに。本当にあの約束を。クソがうねるでる。なんなんだよその右手は。調子乗ってんじゃねえぞ。サンサン。くだらねえもんに手出しやがって。シスターズだって精一杯生きてんだぞ。全力を振り絞ってみんな必死に。それでも止まらなかったら、もう何よいきなり。何してようが私の勝手でしょ。夜遊び程度であんたにとやかく言われる筋合いはない。やめろよ。あ、やめるって何を。今さら美坂妹のこともシスターズのことも実験のことも全部読んだ。お互い無駄は省こうぜ。あれはあんた知られた、こいつに。あんた一体何者よ。昨日私のクローンに会ったばっかりなのにそこまでたどり着けるなんて、探偵になれるわよ。おせっかい焼きのあんたはこんな計画許せないわよね。でもそれ持ってるってことは私の部屋に勝手に上がり込んだのよね。あんたから見れば私は DNA を提供した実験の協力者。私を糾弾しに来たってわけか。あげくぬいぐるみの中まで探すなんて、死刑よ死刑。まあいいや、事実は違うけど結果だけ見れば同じことだったら、いっそ誰かに責められた方が楽になれる。で結局あんたは私を許せないと思ったわけね。何言ってんだ。心配したに決まってんだろ。嘘でもそう言ってくれる人がいるだけマシってとこかしらね。嘘じゃねえよ。え、嘘じゃねえっつってんだろ。あの子たちね、平気な顔で自分たちのことを実験動物っていうのよ。ラットやモルモット、研究のために体中いじくられて用済みになったら焼却炉へ。あの子たちはね、実験動物がどんなものかを正しく理解してる。分かっていながら自分たちをそう呼んでるの。その状況を生んだのは私だから、あの子たちは私の手で助けなきゃいけないの。クローンなんて死んでも構わないとか思ってるんじゃないでしょうね。私の邪魔をしようってんならこの場であんたを撃ち抜く。嫌ならそこをどきなさい。そう、力尽くがお望みってわけね。確かに今まで私はあんたに勝ったことはないし、未だにどんな力を持っているのかすらわからないけど、今回ばかりは負けるわけにはいかない。だからあんたも本気で来なさい。さもないと死ぬわよ。何の真似よ。俺はお前とは戦わない。は？戦わない。は？あんた本当にバカじゃないの。
そうしてたら私が手を出さないとでも思ってんの？私にはもう他に道なんてない。無抵抗だろうと邪魔するなら撃ち抜くわよ。それでも戦わない。ふざけんな。戦う気があるなら拳を握れ、戦う気がないなら立ちふさがるな。半端な気持ちで人の願い踏みにじってんじゃないわよ。戦うって言ってんのよ。クソ、こいつに私の攻撃が当たるわけないのに、いつもの打ち消される感触たちが体を打ち抜く手応えか。これで分かったでしょ、私は本気であんたを。違ってる。こんなもんのために誰かが傷つくなんて。だったら。けどお前のやり方じゃお前が救われない。だからどかない。何を言ってんのよ。私には今さらそんな言葉をかけてもらえるような資格はないんだから。仮に誰もが笑っていられる幸せな世界があったとしても、そこに私の居場所なんかないんだから。それで残された妹たちがお前に感謝するとでも思ってんのか。お前だって気づいてんだろ、こんなやり方じゃ誰も救われないって。うるさいのよあんた。あの子たちだって私が死ねば少しは気が楽になるわよ。もう私が死ぬしか方法がないんだから。一人の命で1万人が助かるなら素晴らしいことでしょ。もうそれでいいじゃない。だからこうどかない。やっぱりバカでしょあんた。何も関係ないじゃない。目をつむって何も知らなかったことにすれば今まで通りの日常に戻れるのに。なんでこんなボロボロになって。短い間だけど心臓も止まってたかもしれないのに。なんでそんな顔で笑ってられるのよ。お前の味方でよかったと思ったからさ。だから泣くなよ。分かったんだ、実験を止める方法。実験はアクセラレータが最強ってのを前提としてシミュレートされてる。じゃあ実はそいつがめちゃくちゃ弱かったら、例えば学園都市最弱のレベル0なんかに負けちまったりすれば、その前提は覆されるんじゃないか。待ってよ、まさか俺が戦う。
あいつは私なんかとは次元が違う。世界中の軍隊を敵に回してもケロリとしてるような化け物よ。今度こそ本当に何でも解決してくれるママはここにはいない。お願い、1万人の人間を死なせた私の罪に誰も巻き込んだりできない。神頼みしても奇跡が起きるわけじゃない。これは私が一人で終わらせなきゃいけないの。だからじゃあさ、協力してくれよ。何一つ失うことなく、みんなで笑って帰るってのが俺の夢だ。だからそれが叶うように協力してくれよ。泣き叫んでいたら駆けつけてくれるヒーローがいるわけで。待っててくれ、必ず美坂妹は連れて帰ってくる。約束するよ。実験開始は8時半。